皆様、こんにちは。日清アセットマネジメントの坂井です。本動画では、リートとは、そしてグローバルリートとは、について、投資信託クライアントサービス室の小松と共にご説明させていただきます。小松さん、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。では、早速ですが、リートとは何か教えてください。はい。リートとは、リアルエステイトインベストメントトラスト。 つまり、不動産投資信託の略で、こちらの図の通り、多数の投資家から資金を集め、商業施設、住宅など、様々な形態な不動産を取得、所有、管理、運営を行う会社、つまり、不動産を運用対象とした不動産投資信託のことです。また、リートは、保有する不動産物件から得られる賃貸収入や、不動産売却益を主な原資として収益を分配します。 リートに投資することと不動産に直接投資することとではどのような違いがありますかはい多くのリートは金融商品取引所などで株式と同様に取引が可能であるため投資用マンションなどの不動産への直接投資に比べ高い流動性を有していますまた保有物件の管理運営などは投資家ではなくリートが行う点や少額から投資が可能であるという点なども挙げられます なるほど。では、リートと一般企業の違いは何ですかはい。リートは多くの国で収入から費用を差し引いた分配可能額のうち、一定額以上を配当として投資家に支払うことなどによって法人税が免除されます。つまり、リートの配当額は一般企業に比べて大きくなる傾向があります。こちらは主要国リートの概要です。なるほど。 配当を出すことで法人税が免除されるのですね。はい。では、グローバルリートについて教えてください。わかりました。もともとリートは米国で誕生しましたが、現在は世界各国でリート市場が広がっています。こちらのグラフは地域別時価総額の推移ですが、北米以外のリートの時価総額は、1995年末の1.3兆円から2019年末には、 55.8兆円と大幅に拡大してきました米国以外の国の市場規模も拡大してきているのですねそうなんですただ国によってリートのパフォーマンスは異なりますこちらは国別年間パフォーマンスのエンベースでの変遷を表した表です年によって国別のパフォーマンスや順位が異なっていることがお分かりいただけると思います つまり、一つの国だけで投資をするよりも、多くの国に分散して投資をすることで、より安定した収益の獲得が期待されるということです。なるほど。安定した収益を獲得するためには、世界各国のリートに分散して投資をすることが重要と考えられますね。以上、リートとは、そしてグローバルリートとは、についてご説明いたしました。リートは株式と比較しても配当が高く、 その魅力などから市場は拡大を続けています。また、一つの国だけに投資をするよりも、多くの国に分散して投資をすることで、より安定した収益の獲得が期待されます。中長期的な資産運用の選択肢の一つとして、当ファンドをご検討ください。なお、今回ご紹介した内容の他に、当ファンドの概要編とファンドのポイントをよりご理解いただくための各種詳細編がございますので、 ぜひ合わせてご覧ください。最後までご視聴いただきありがとうございました。